グラント・ホッホスタインは、アメリカ合衆国出身のフィギュアスケート選手。2016年全米選手権4位。2016年4月5日、女子シングルフィギュアスケーターのキャロライン・ジャンと婚約した。幼少時にはテコンドーをしていたが、長野オリンピックでのミシェル・クワンに、眼科されて、スケートを始める。2001から2年シーズンから、ジュブナイルクラスで、 全米ジュニアフィギュアスケート選手権地区予選に出場し、翌シーズンには全米本戦に進出した。2009年に全米選手権ジュニアクラスで4位となり、ナショナルチーム入りし、初の国際大会となったガルデナスプリングバイで優勝。ISU ジュニアグランプリ初参戦となった翌2009から2010年シーズン、JGP ブダペストで2位。 JGP ブラウエンシュベルター坂月で4位となり、JGP ファイナルにも進出し5位となる。初めて出場した世界ジュニア選手権では SP でパーソナルベストを更新し1位となり、スモールメダルを獲得。FS でもパーソナルベストを更新し、総合を5位に入った。2012年の春、14年間練習をしていた。 ミシガン州からカリフォルニア州へ練習拠点を移し、コーチをピーター・オペガードとカレンクワンイコール・オペガードに変更した。選手活動と並行し、オペガードの下でコーチとして働き始めた。2015から2016シーズン、5シーズンぶりにグランプリシリーズに出場。2大会連続で4位に入った。全米選手権では4位になり初めて表彰台に、 勝った。初出場の4大陸選手権では8位。ネイサン・チェンに代わり出場の決まった世界選手権は10位だった。ホクスタインプリポゼスツーチャンイン NYCS セントラルパークハット ISU 選手権大会ではショートプログラム3以上の選手に小さめのメダルが贈られる。AB ホクスタインムーブスイントゥ2014ウィズエイクワットトリプルハット ホクスタインカンカーズクワット印象とプログラムウィン。ありがとうございます。